それでは再開いたします。ナイトメアオブディケイの、ダンジョンエスケープモード、フロア10にギリギリ到達しました。まず回復はしなくちゃいけないから、これは2本買う。でだよ。マシンガンの弾がないからマシンガンは買わなきゃいけない。どうなんかな。で、マグナムは使うんだよな。でもマグナム多分あるか、そこそこ。まずこれは買う。マシンガン。でも死んだら元も子もないから。で、マシンガン。これでいくか。多分、次ボスなんだよな。全然違うとこだよ。ラスボスってこと？ラスボスと同じとこなんだけど。ああ、減っててよかった。ラスボス戦か。あれでやっちゃったんですよね、俺。聖水ぶちまけちゃったんですよね。振らせるか。攻撃だからちゃんと見てないんだよね、こいつ。なんだっけ、3A。ああ、そういうのやってくるんだっけ。いや、まずあいつらをなんとかするか。ああ、そうか、ここであれを召喚してくるんだったのかな。やべ、やべ、いろいろやっちまった。で、いろいろやっちまったな。やべ、即死かもしれん。逃げて。ちょっとよろしくない。振らせたい。これ打ち消せんねんな、確か。ハンドガンとかでも。打ち消すか、先に。ちょっと待って、おばさんが押せなかった、今。で、ああ、やばい、やばい。たまにボタンが押せなくなる、焦りすぎて。
なんか召喚してくる。うわ、それ召喚してくんの、それはやだね。やべ、うわー、これロケットランチャーでまとめてやっちまった方がいい系か。しかし余裕がないな。まずリロードしたいんだけど。ちょっと待って、いろんな余裕がないな。でボタンがまた焦ってずれるんだよな。待って、いろんな余裕がない。まず待って、いろんな余裕がない。一回撃ってみる。あたら、ああそれあったね、そういえば。当たった。当たったのはいいがだな。こっちにしてみるか。スタミナがないぞ。あー、だーくそー。これはきついぞ。ちょっと一個気になってるの、これ何？この。この、ね、単語が分かってないんだ俺が。あー、カルティストカルトってことか。これをディサブルだからいなくならせるでいいんだよね。そうか、どうだろうな。まあ多少楽にはなるかもしれないけどっていう感じか。ちょっとしんどいのはしんどいから、これでもう一回だけ挑もうかな。ちょっとね、あれです、ツイキャスの方はこれでやるけど、多分ツイッターじゃねえや、YouTube に上げるのは多分次ラスボス戦あたりまで行けたらね、行けたらそこから、そこは上げるけどっていう感じになると思います。とりあえずあれ、どの回に何が出て、どうボスはどういう風に動くか分かってるから、そこは経験は積んだからなんとかなるぞ。まず1回がしんどいんで、単純に。弾がなくて。あそこまで2時間かかったな。まあビビり散らしながらだったからな。で、そうだな、やっぱり使う銃使わない、使
うもの使わないものはあるから、バルはいらない。バルを買っても何も起きなかったからね。マシンガンは絶対に使う。ロケットランチャー微妙だな。使ってたかと言われたら使ってはいたんだけど、マグナムの方がいいかな。あーでもラスボス戦でちょっと使いたいかな。じゃあラスボス戦で買えばいいか。ロケットランチャーの弾あんなにいっぱいあってもしょうがないからね。いや、この部屋なんか広そうだな。そんなことやってる場合じゃないよ。よくないね。マジでボリュームっていうだけだったらかなりボリューミーだな。おお、ラッキー。ただハンドガンの弾も使わないからな、基本的に。だからこんな割と雑に打ってるんですけど、それにしたって雑すぎか今のは。
壁のアイテム今回なかったか。割と雑に見てきちゃったからな。クリアって出ないな。まだ倒し損ねてるやつがいる。あ、あったあった。回復アイテムは必要。なんか初めてのタイプの部屋だな、こういうのも。こっち側かね。いるね。うわっ、囲まれてしまった。油断大敵。で、ありがたいね。結局最後自利品になるっていうことは、手前ぐらいからある程度節約できるところは節約をしていった方がいいはず。って考えるとだ。荒ぶってしまった。まずマシンガンは絶対買う。でショットガン買えないから、で回復アイテムも買わなくていい。全部これに費やし、つぎ込んで、はい。で、この辺りから雑な、いくらマシンガンがするからって雑な戦い方はしない。今のは雑な戦い方。
で、全10回だって分かっただけでも気は楽か。ある程度までサブマシンガンでいって、サブマシンガン多分貯めるかな。ショットガンが絶対必要なのってなんだ。実はショットガンが絶対必要はいないか。骨はショットガンの方がいいってぐらいだもんな、あれは。やっぱり余計な弾を出さないようにやった方がいいのかな。この頃はまだ平和だったな。
犬がいる。犬がいるな。その向こうか。あとあの部屋か。そうだな、ショットガンって実はいらないか。あって助かった場面はあるっちゃあるんだが、壁になんもない。あっち側にしか道つながってないのか。この頃はね、おまけモードだからフロア3で終わりかなと思ってたんですよね。ボス戦もあったし、そんなことはなかったね。そうするとマグナムが欲しい。回復アイテムは2本しかないから、これでいこう。で、怪しいな。ん？隣の部屋だな。
横にもいたか。ありがたいね。ここは大丈夫。ただ治安は悪かった。頭を吹っ飛ばせるかと思ったけど、そんなこと都合がよくはいかないか。これがトンプソンなのは、まあ、バイオ4オマージュなんでしょうね。オッケー。ここは大丈夫そう。ちょっと待って。やっぱ別にいらんな、ショットガン。少なくとも今は。あいつも投石武器持ってんだよな。
ここ怪しいな。これあれか、動くことで正面を向かせないで敵の不意打ちを誘ってんのか、こういう動きって。今気づいたけど、バイオもそうだったのかな。何も分かってなかったな、そしたら。なんか思いのほか心の時点で自利品になってきたな。割とちゃんとやらないといけないからな。ごめんなさい。ないよね。ここかな？ここ臭いんだよな。あっちは大丈夫かな？先にあっちからだな。で、そうですね、とりあえずこれで一回挑んでみるか。雑魚がいると思うんだよな。気づいた気づいた。じゃあこっちに持ち替えて振らせよ、まず。で
で、ひるむ、振らせて、ひるむ、振らせて、ひるむ、振らせて、当たった。で、あ、危ない危ない。振らせてリロード。振らせて、なんか投げようとしたかな今。攻撃モーションが割とあるんだよな。で、危ね。オッケー。かわいいもんだよお前の、それは慣れたよ。この部屋に何もなかったかな。で、そうですね、この装備でいいんじゃないかな基本的に。次の回からいきなりデカブス出てきたっけか。そうだね、とりあえず、はい、でこれでいいんじゃないかな。はい、こうじゃないか、これでいいんじゃないかな。で、こっからもういろいろと雰囲気がガラリと変わるんですが、これは危ないな、このユーロか。いろいろ危ないんだよな。釣れてしまったか。なんか距離によって2発でのけぞったりするんだよな、このピストルでも。大体3発だと思うんだけど。ああ、金は欲しいね。
広いんだよね。ただハンターガンの弾ばっか増えるようだったらショットガンぐらいは持ってきてもいいかなってなんだよな。マグナムも手に入ってるからいっか別に。すごい優しさがにじみ出てる部屋なんだけど。油断した。で、回復アイテムはとりあえずいいか。マグナムもまだデカ物は出てきたとしてもこれで足りると思うんだよな。だからどれぐらい持てんのこれ。いや待てよ、回復回っていうの一応生命線は生命線だから。はい、で これでいってみよう。追い詰められてしまったらいきなり。まあこういう風にやりたかったから弾いっぱい買ってるんでいいんだけど。さすがに。
ああ、調子に乗ったね。まあいいや。弾よりは回復アイテムの方が貴重だからな、今回は。もうゴールがありますが、あ、足早いな、ダメだ。あ、やっぱりサボれたわ。ん？この部屋にはいないのか？あ、いるね。壁のスイッチなかったよな。おー、いいね。懐に入り込まれると当てづらいね。
OK。クリアって言ってんのがミミックじゃないもんな。さて、で、一応、このツイキャスからツイッターじゃない、YouTube の方に上げる都合上、1時間を、基準にやっていたんですけど、もう1時間ギリギリぐらいの時間になりますので、この枠をまずここで終わりにして、で、そうですね、YouTube の方には、おそらくは、次、ラスボス戦のところまで行ったデータで、上げて、行ったデータ、行った動画を上げたいと思います。では、一旦終了いたします。どうも、お付き合いいただきありがとうございました。